前々回にご議論いただいたものの続き、それから伊方2号機、それから美浜2号機の個別プラントの評価に関するものでございます。福島第一原子力発電所の事故の懸念劣化の影響、それから伊方2号、それから美浜2号機の高経年化技術評価についていただいております意見に関する回答についてご説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。それから本日の委員の方々の出欠の状況ですけれども、庄司先生、関村先生、吉高先生、それから箕島先生がご都合により欠席されております。それから庄司先生に議事進行をお願いしておりますが、本日ご欠席ということで、私大村法で代わりに務めさせていただきたいと思います。それではまず事務局から配布資料の確認をお願いします。はい、配布資料の方を確認をさせていただきます。お手元に座席表、それから最初に、今回の議事次第下半分に配布資料の一覧のリストをつけてございます。その次にいつもお配りしている名簿でございます。それから順に資料1、福島第一の懸念劣化影響に関する先生方からのコメントへの回答が資料1でございます。それから資料2が前々回ご議論をいただきました懸念劣化影響についての私どもとしてのまとめでございます。いただいたコメント、修正して今回改めてご説明をさせていただきます。それから、資料3番以降でございますが、資料3は四国電力伊方2号炉についての技術評価に関するもの、資料3はいただいたコメントの一覧でございます。それから順に資料4、本案員からの回答でございます。資料5が四国電力からの回答になります。それから次の資料6でございますけれども、これまで私どもとジェネスの方で審査をしてまいりましたけれども、指摘事項という格好でまとめて17件追加の検討をお願いしてございます。それに対する四国電力からの回答、これが資料6でございます。それから資料7番でございますけれども、これは伊方2号炉の関係でございますけれども、SS を使った耐震バックチェック中間報告に関しましてですの高経年化を加味した影響評価ということでございます。これが資料7でございます。それから資料8、ここからが関西電力の美浜2号炉に関する技術評価のに関係する資料でございます。資料8がいただいたコメントの一覧、それから資料9、これがコメントに対する関西電力からの回答という格好になります。机の上の資料を配布させていただいたのは以上でございます。それから机上配布という格好で置かせていただいてございます。ブルーのファイル、ブルー紙ファイルが3冊、ガイドラインと、それから伊方2号、美浜2号の技術評価書、それからハードファイルになりますけれども、それぞれのプラントの技術評価書の詳細なものを机の上に用意させていただきました。配布資料以上でございます。ありがとうございます。資料の過不足等ありませんでしょうか。はい、よろしければ議事に入らせていただきます。まず資料の1、2について事務局から説明いたします。それで資料1、それから資料2を続けてご説明をさせていただければと思います。資料1は伊野先生からいただいていたコメントでございます。そのうちの福島第一事故に関する影響の有無についてのコメントという格好にの部分についての回答をご用意させていただきました。左側に先生のコメントを書いてございます。福島第一の1、2、3号炉の過去の高経年化技術評価書と、それから、ワーキングの議事録を提出してくださいというものでございます。これにつきましては1、2号、3号炉の技術評価書は先生の方に提出させていただいてございます。ただ技術評価ワーキングにつきましてはですね、個別プラントは非公開で審議をさせていただいてございます。制度ものでありますとか、考え方でありますとか、そういったものは公開の場合もございますけれども、個別プラントの部分についてということでございますけれども、かなり以前の部分、古い部分につきましてはですね、記録がないものもございます。けれども議事概要は作成公表してございますけれども、詳細な議事録、これは保存されてないのでですね、残念ながら提供できてないという状況でございます。それからコメントの次でございますけれども、
発生応力が基準地震度に近い前後の値であったということからですね、老朽化による劣化、それらの半グラウンド温度のサポート類の損傷が懸念されるというコメントをいただいてございます。でこれについてはあの第2回目3回目で個別にご説明してコメントを頂戴してございますけれども、